写真拡大。来季への視線は自然と鋭くなった。阪神の森谷勲晃投手26が1日岡山県倉敷市で行われた選手会イベントキッズボールパークイン倉敷に参加した。昨年の豪雨災害で被害を受けた真備町でのイベント。倉敷市出身の右腕は来季勝利の方程式に入り甲子園を行うことを誓った。会場の体育館は仮設住宅に隣接していた。まだ普通の生活ができていない方が多数おられると思うので、活躍して皆さんに感動と元気を与えることができればと口元を引き締めた。自身の復興支援に関して現段階では考えていたんですけど余裕がなくて、もう少し給料が上がってからですねと年俸アップした暁には故郷に恩返しすることを約束した。そのためには来季の活躍が不可欠。今季は57試合に登板して2勝2敗7ホールドで防御率 3.00 とキャリアハイの成績を収めた。だがホールドが少ない。同点で投げさせてもらった場面で失敗するのが目立ったと反省の弁が口をついた。自身の弱点を相手に研究されることが予想され、来季は今年のようにうまくいかないと自覚している。イベントの最後には仮設住宅を慰問した右腕、中継ぎをやっている以上そこを目指さないといけないと勝ちパターンに名を連ね、地元の人々を笑顔にする。